起立、礼、着席。どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、今回もデュエルリンクスの歴史12限目やっていきたいと思います。今回のテーマは待望のこのランキング、リンクスに来てはいけなかったカードランキングトップ5。こちらをね発表していきたいと思います。個人の私の独断と偏見が大いに入っておりますので、その点ちょっとご了承いただければなと、思うんですが、ものすごい量の、まあ、リンクスに来てはいけなかったカードってたくさんあると思うんですよ、個人で。これ完全俺が思うランキングなんで、まあ、皆さんもどう思ったのかっていうのもね、さ最後にコメント欄かなんかで教えていただければなと思うんですが、とりあえずちょっと第5位からいきましょうか。今回はリンクスに来てはいけなかったカードランキング第5位、召喚師アレイスター。はい、ダメ早い。やっぱね、召喚獣はね早かったと俺思うよ。あの召喚獣ギミック自体が早かったと俺は思ってるタイプなんですよね。あのアレイスターと召喚魔術っていう、まあ要は召喚獣もそうなんだけど、こういうモンスターね、あのこのモンスターたちっていうのは、その出張パーツっていうところがあって、どっちかっていうと OCG の方でもそうで、要は召喚師アレイスターはその召喚獣を出すんだけど、召喚獣っていうのはアレイスターと属性で融合できるモンスターが結構多いんで、だからそういう出張性があって、そのいろんなデッキに召喚獣パーツっていうのを組み込めるんですよ。で組み込んじゃうと召喚獣自体の性能が高すぎて、その召喚獣デッキになっちゃうんですよねいろんなことをこねくり回しても結局召喚獣じゃんってなっちゃうんですよ、デッキが。だからそれがあんまりやっぱ良くないかなっていう、デッキの多様性っていうかをこう一気にプッて狭めちゃうかなと思ってて、でそれが良くないっていうのと、あと融合っていうのはそのアドバンテージの損をして、基本的にはね、あのどでかいでかい強いモンスターを出していくっていうのが融合だと思うんだけども、そのこいつってさ、そのサーチした上でさ、これ帰ってくるやんなんでなのこれに関してはこのデザインに関してはほんまになんで、あの召喚した持ってくるで、融合するで魔術効果でデッキ戻して、これ回収って意味わかんないの、やってること意味わかんないじゃん。これ沼地のマシンを見習えよお前、マジで捨てて融合持ってくるか素材にしかなれないっていう、なんでお前さ持ってきてさ回収しちゃうのよ、おかしいじゃんこれ。これやっぱね、ちょ何回なんか読んでもなんかちょっと書いてることおかしくねっていう感じはしますね。まあ、召喚獣ギミック自体がちょっとパワーが高すぎるっていうか。で、まあ、これは、個人的には、その本当にもう、最後の最後、リンクスもやべえってなって、最後の最後に出すカードであって、もうこれは早かったと俺は思うね。ということで、第5位は、召喚師アレイスターです。うん。今からでも遅くね、こいつはもう、謹慎しよう。すべてのデッキが召喚獣に飲み込まれてしまう。さあ、引き続きまして、第4位の発表ですね。第4位は、高価な落とし穴。はい、ダメー。はい、ダメー。20枚デッキでさ、20枚デッキでさ、やっぱ高価値2枚積めるってやっぱおかしいんだよな、冷静に考えて。結構初手くんだよ、このカード。2枚積んどけば。どんぐらいだ ?30% とかだ。めっちゃくんだよ、このカード。で、あの、何がやばいってやっぱり、そのアドバンテージっていう概念があるじゃないですか、カードゲームって。要は04環境とかでやるとよくわかるんだけど、1枚1枚のアドバンテージをすごく大切にしていくことが重要で、要は自分のカードを1枚を使って相手のカードを1枚破壊するとか、そういうことが重要なゲームなんですよね、カードゲームって。それを急になんか1枚で2枚破壊しますって言ってることがちょっと日本語で OK みたいな感じなんですよね。これやっぱおかしいんだよな、このカード。あのね、これ食らうと死ぬデッキが多すぎる。やっぱシンクロデッキとかもそうだし、特にその苦労して並べて2体シンクロ今からするぜっていう時に、あの高価値ぶち込まれパーンみたいな。これはおそらくゼアルのワールドが来て、エクシーズとかが来ても同じ。結局2体並んだところで高価値打たれるっていうことがすごくあると思うんで、これは今後のデュエルリンクスを殺してしまう、その環境を殺していくカードだと思うんですよだからこれは即座に禁止にしていくべきなんじゃないかなっていう風に俺は思っています。
まあ、一応条件としてはトラップカードが存在しない場合とかって書いてあるけど、これさ20枚デッキだからさ OCG と違うんですよ。やってることは OCG だったら40枚の中の3枚だけど、20枚の中の2枚ってすごい程度に来るんだよね、初手に来る。だからまあまあ来る、打てる、まあ初手で打てるカードになっちゃうんですよ。初手で打ったらこれ強いじゃん、どう考えても。これね、これ後引きしたら弱いけど初手に引いたらめっちゃ強いカードだから、これに関しては即座にオーバーパワーだと思うんで、リンクスではこれはもうほんとさっさと禁止してほしいなっていう風にはずっと思ってます、個人的にはね。なんかもう大体さ新パックのデッキがさ狡猾なんか入れて暴れ回るってマジであるあるじゃない新パックで登場したテーマが狡猾をとりあえず積んで暴れるっていうのがもうなんかリンクスのなんか流れとしてもう成立しちゃってるんで、もうそれはなしにしましょうっていうこと。つまりもうもうだからもうこれはもうね、もういい、これはもうもういい、いらないこんなカードは。というわけで第4位は狡猾な落とし穴でございました。さあ引き続きまして第3位、コンセントライト。全然ダメ、全然ダメ、もう完全に NG これはこれさあ分からんかったから、これ実装するときなんでこれ OK にしたんだろう。これ未だに俺意味わかんないんだけど、これさ書いてることおかしいと思わん？普通に守備力打点アップするってさ4000ライフでやっていいことじゃねえよこれ。4000ライフでやっていいことじゃねえ。もうみんなでも、もう簡単にあの打点アップできるモンスターって多分まあ思いつくと思うんですけど、まあこういうモンスターですよね。こういうモンスターとか、まあこういうモンスターとか、こういうモンスターとか、まあいろいろあるんですけども、そのね召喚獣にコンセントを打ってグッとグッとグッとされた経験って誰もがあると思うんですよ。誰もがリンクスやってる人だったら誰もがあると思うんですよ。でこれはマジで早かったと思う。なんか上昇幅がおかしい。結構ほら OCG だったらリミッター解除っていう機械族の同じようななんか打点倍にするっていう効果があるカードとかは結構きあのリミット、1目は、制限になったりしてたんですけど、このカードリンクスだったらさ、まあ、リミッター解除みたいなもんじゃん、このカード、ほぼ。だからね、良くないと思うんだよね、これ、存在してるってこと自体が、良くない。まあ、リミット2に一応なってるけど、これも、そのなんか、その4000ライフで出していいカードではないから、ちょね、俺思うんだけど、なんか4000ライフってこと、すぐ忘れるんですよ、リンクスの運営さん。リンクスのカード実装班が、すぐ4000ライフであるっていうことを忘れるんで、これはしっかりと今もう一度今一度確認してほしい。リンクスはライフが4000しかないんだ、頼む、ちゃんと分かってくれそこは。というわけで第3位はコンセントレイトでございました。さあ続きましてリンクスに実装していなかったカードランキング第2位はコズミックサイクロン。いやー早かったと思うね、これもね、俺ね早かったんじゃないかなと思う。俺サイクロンさえ来てないのに、サイクロン、サイコロンは来てるけどね、サイコロンは来てるけどサイクロンさえ来てないのに、そのコズミックサイクロンって早いと思うんだよな。でリンクスにおいては OCG より強くて、このカードが圧倒的に。なんでかっていうとやっぱりスキルがあるからね、その現世復帰やら、今だと墓所封印やらドローセンス系やらディスティニードローやら、まあいろいろあるんだけども、このコズミックサイクロンっていうこのカードがあることによってスキルを使いながらサイバー領域とかスキルを使いながら相手のカードを除外できるっていう、これね破壊じゃなくて除外っていうのもやっぱり厄介で、例えばシースアタックとかこういうカードとかってその破壊を免れることができるんですよ結構。なんですけど除外は免れないから、でこういうカードはねその殺すんだよな、こういうデッキをすぐに。ゲームから除外するっていう効果が結構やっぱ遊戯王の中では強いので、しかも1000払える、これ1000払える、これアドやから、これアドなんですよこれ。だから1000払って墓所封印とか現世復帰をしながら相手のカードを除外できるっていうカードなんですよね、これリンクスにおいては。だからこれはまあちょっとやりすぎだったんじゃないかなって個人的には思っているカードですね。やっぱね遊戯王って相手の魔法罠を読み合ってそれありきでプレイングしていく方がいいと思うんですよ、カードゲームとしては成立すると思うんですよこっちの方が。だからねバック除去カードっていうのはたくさん実装してはいけないんですよ、基本的にね。だからバック除去はある程度抑えて罠とかこう
相手のプレイングありっきで戦っていく環境にしていった方が基本的にはやっぱ面白いゲームになるんで、こういうカードはちょっと早かったかなっていう、早すぎた枚数、早前これは早すぎたと思う、これは。というわけで、第2位はコズミックサイケロンでございました。さあ続きまして第1位、もう皆さんもね、あいつなんじゃねえかなと、あいつなんじゃねえかなって思ってる人多いんじゃないかと思うんですけども、第1位はこいつです。召喚獣プルガトリオ。これに関しては一言、なんで実装したしこいつ、なんで実装したしこいつこれさ、これに関してほんまになんで実装したの、ちょ分からん。これに関しては意味分からんやん、書いてること、うん、このカードは相手モンスターすべてに1回ずつ攻撃ができる、まあ、これもなんでって感じなんだけど、守備表示モンスターを攻撃した場合貫通します。いやおかしいやん、どういうこと、なんでなのこれ選手はやってることおかしいだろ、ヤクザかよマジで、マフィアだろこれ、マフィアでしかないからね、これこのモンスターは。これに関してはね、全体攻撃と貫通、もう小学生が考えたみたいなカードなんで、しかもアレイスターでアタップするし、やっぱね、まあ、召喚獣全体的に速いかなと思ったんだけど、まあ、こいつとか積み性能あるしね、まあ、こいつも結構速かった、こいつくらいはまあみたいな感じで、これはダメだと俺は思った、個人的に。メガラニカもいいでしょう、性能的には。呼吸術も100歩譲っていいと思うよ、これは。コンセントとかなければ、まあみたいな感じ。まあ、カリグラも全然いい。これはダメ、これはダメ、全然ダメというわけで、第1位は圧倒的プルガトリオかなと、個人的には思いました。UR なんで、このカード。まあ、あれなんですけど、個人的な話したら、もうこんなカード禁止でいいなって思ってます。正直ね。召喚獣ってね、まだまだたくさんいっぱいね、強いモンスターいるんですよ。そのライディーンっていう、無限にカナディアしてくるやつとか、あと、メルカバーっていう、なんか、神の説で言ってくるやつとか、なんかいるんで、ちょっと召喚獣の実装ペースはできるだけ落としてほしいなというふうに思ってます。もう全てが飲み込まれてしまう、こいつに、こいつとこいつに飲み込まれてしまうんで、できればちょっともう少しゆっくりめのペースでね、召喚獣に関しては実装してほしいなと思います。さあいかがでしたでしょうか。個人的な意見なんで、これは皆さんどう思うかはね、個々人の、意見として聞いていただければなと思いますんで、よろしくお願いいたします。それではまた次のリンクスの歴史の授業でお会いしましょう。ヘレッツレイ、ありがとうございました。